久保さん、今回、ぼったくり店で稼ぐ方法にしましょうか。ぼったくり店で稼ぐ方法。ねえ、今、だいぶコロナなんで、まあそういう動画はなくなってきたと思うんですけど、あの、ぼったくり店に行った、行ってみた、みたいなね、動画、だいぶ再生されましたよね。まあまあ、結構な YouTuber が、まあまあやったんじゃないかなっていう、多分、ヒカルん皮切りに、まあまあ、ブワーっても広がったのかなとは思うんですけどね。 うん、だから結局その久保さんが言う通り騙されても金稼げるっていうね <laughs> ぼったくり店に行ってぼったくられても金稼げるっていうねこの摩訶不思議な現象ですよね <laughs> だから情報,情報ビジネス情報をこう扱えるようになると何でも稼げるんですよだってそうじゃないですかだってぼったくり店にぼったくられに行ってんですよ 普通だったらぼったくられて終わりなんですよ。だけど、ぼったくられた金額より、広告収入を得るってみたいなね。よくわかんないですね。これね。だから、今は、失敗というなんかね、騙されるという定義がもはやないんじゃないかなっていう。逆に騙された方がアクセス稼げたりとかね。よくわかんない現象が起きるわけですよ。だから、逆に騙されに行くっていうね。<laughs> よくわかんないですよね。<laughs> 騙されに行くっていう。どうすか 騙されることは悪いことだみたいなね。なんかあるじゃないですか。もはや騙されることで稼げるっていうね <laughs>。すごい人生になり、すごい世の中になりましたね。うんだからまあほんとね、情報ビジネスのマイスターになるっていうのが、人生をすべて好転させることができる。すべての情報を活用して好転させることができるっていう、この情報ビジネスをマスターするっていうのが、本当にね、最強だと思います。 最強ですうん、なので、あのー、まあ、やってほしいなというところでございますね。しかも、しかも、ただでできちゃうってうね。ただでできるんですよただ <laughs> でできる挑戦をやらない <laughs>。もったいないなと思います。はい。いってらっしゃい。